3月11日の太平さんのブログで、次の意識のショック治療は、もれなく国民全員対象に同時多発で連鎖的に、そしてもう元の意識へと後戻りできないほど強烈なものだから、それが発動される前に志同じ仲間と共に一歩一歩着実にしかるべき備えをとありましたが、次の、えー、元の意識へと後戻りできないほど強烈なものとは具体的にどのようなものだと思われますでしょうか、ちょっぴり怖いですと。 えっと、僕が答えないといけないですね、これね。あのー、まあ、まず、えっ、ー、と、怖がらしてしまったんだったら申し訳ないんですけれども、怖くはないですね。えー、で、まあ、ご質問、元の意識とまともにできないほど強烈なもの。うん、まあ、えー、三次元的にこれから起こる出来事にね、なるべくこう、まあ、皆さん大丈夫だと思いますけどね、ここに集まってるような人たちは、 例えばね、このコロナのパンデミックが始まった時とかも、えー、ここのメンバーはね、もう、では結構早くから、ね、マスクのこととかね、ワクチンのこともそうなんだけど、こう、ウイルスそのものも心配ないよとかってね、いろいろ、えー、伝えてたりはしてたと思うんで、えー、まあ実際その通りだったと思うんですね、いろんなことがね。 えー、でもやっぱり世の中でこうテレビしか見てない人とかね、もう毎日新聞しか見てない人とか、まあ、学校で教わってきたこととかね、この政府が言ってることが本当のこととか、まあ、そういう今までのこう表の社会で言われていることの常識に凝り固まった人に関して言うと、これから起こる3次元でのこう、ね、いろんなことがね、常識がぶっ壊れていく出来事は多発,発すると思うんですね。 えーまあ、そういう中で、なんかね、そういうある意味、それって信仰とか宗教に近いものじゃないですか、こう信じてたもの、なんとか信仰みたいなものじゃないですかね、いろんな常識ってね。えー、でもそういうのがあの、ガシャンガシャンって一個一個崩されていっちゃうと、結構、えー、精神的にね、こうショックが大きいのかなとは思うんですけれども、えー、とはいえこう、分かりやすいショック治療という形になってくると、どうしてもやっぱり天変地異は避けられなくなってくると思いますね。 うん、これはもう、むしろ、その人間の、僕も今、まあ、森井先生がね、今新しい本出して、ちなみに蝶さん、そこに出てくるのをご存知ですか、蝶さん。新しい。いやいや、まだ、僕こまで読んでないですかね。あのはい、森井慶先生のね、神社の神社の回り方ね、うんあの。出てきますけれど、あの本があり、出てましたけども、はいえー、その中にね、途中ね、 森先生が仲良くしている龍神様というか龍がいるんですよね、はいえー。ものすごい巨大な胴体を持った100メートルぐらいある龍でね。で、それは森先生とはね、よく仲良くしてるらしいんですけども、どうもそれは高野山にいる龍だそうで、えー、で、ある時それを写真に捉えたみたいでね、そのエネルギーとして。それをまあね、こう僕私の友人である趙の漁しに。 見せたところ、あ、これは小屋さんの竜ですねってことで、見事に言い当てていたのでっていうエピソードが書かれてますので、えーまあ、調査も出てくるんですけれども、まあ、それは油断としてですね、森先生もこう古代の、ね、森先生はやっぱりヨ,ヨーガの方なんで、えー、そういうね、こう目には見えない先人のこうヨ,ヨギーの,、ね、の大使たちからいろいろやっぱり伝えられているメッセージとかにも、 結局、この今から、まあ、まあ昔からもそうなんですけど、天変地異とかこう起こるのは結局人間の意識のね、集合意識の汚れとか汚れによってこう天変地異っていうのはやっぱり起こるんだっていうね、えー、ことをやっぱり昔の大使たちもはっきり伝えてるし、僕もこう今そのインド、インドの古代のね、いろいろベーダの文献とかもいろいろ学んでる最中ですけど、絶対やっぱりそこにも3000年前とか4000年前から そういういい聖者と言われてる人たちが伝えてるのは人間の、ね、そういった意識とか心が伝えてくると天変地異っていうのが現象として起こるんだよってことをまあねやっぱりしつこくねそういう人たちと説いてきているわけなんですけど、まあ、今のままの人類のやっぱり意識では残念ながらやっぱりね怒らざるを得ないんですよねそういう、えー、今のこの地球自体も物理的に汚れてしまっているのでね 自浄作用としてこう、ね、きれいにしなきゃいけないね、台風にしても地震にしても噴火にしても、まあ、やっぱり、あのー、地球的にはこうあの浄化作用なんでね、きれいになっていくし、えー、その原因となっているところに、ね、こう根本的にはこうエネルギーとしての人間の想念みたいなものがへばりついていると思うので、それをこう払う意味もあるので、やっぱり怒らざるも えないし起こったらやっぱり人間の意識って変わってくとは思うんでね、まあ、そこはなるべくこう人的被害とかねそういう経済的被害とかもないような形で、まあ、人の意識が変わってったらいいんだろうなとは思うんですけれども、まあ、食治療として使われるものとしてはね、えー、そういった形でねこう自然災害っていうものがまあ結構起こり得ると思いますでえっとここで僕がねなんか なんかや、ややこしい表現してますよね、この、えー、同時、国民全員対象に同時多発で連鎖的でね、えー、今回、ね、なんかが南海トラフとか首都直下型とか富士山の噴火とかいろいろ、今、あっちもこっちもそっちも言われてますけど、 僕、あるものがやっぱり始まったらね、これ、縦続きにどんどん続くと思っているんですね。結構、あのー、まあ、いっぺんにこう、数日で全部が発動されるかどうか分かんないですけども、まあ、一年かけてかもしれないし、数年かかってかもしれないけど、なんかが一発来て、じゃあ次は何十年後とかね、十年後とかそんなスパンではなくて、結構今回の、えー、何かが始まっちゃった場合には、もうどんどん連鎖的に、あっちもこっちもそっちも、 いろいろ起こるんじゃないかなという感覚がありますので、えー、もうとことん揺さぶって、まあ、目覚めさせるとか、もう意識を、ねえー、変えざるを得ないような、まあ、そういうことがね、これからは起こる、起こってもおかしくない、まあ、状況だと思ってます。ます、あ。場合によっては、だから国会っていうのがあって、あの政、ね、党がいいとか悪いとか、そういうのも言えないぐらいね、 極端な話、も国会なんかも機能しないような状態で、自分たちで国も作って考えていなきゃいけないぐらいなことが、万が一でも起こってもおかしくないし、そういうようなことをね言ってるようなイメージですね。